嘘は嘘であるとか見抜ける人でないと難しいものがあるでしょうね。それのニュースを聞いた時に不快感を覚えた自分に驚いた。なんすか謝罪って。嘘つくのやめてもらっていいですか。それ明らかにあってあなたの感想ですよ。なんかそういうデータあるんですか。ああそれはでもそういうふうにしか理解ができない知能の問題だと思います。20歳なのですが年金を払うべきでしょうか。将来的に年金はどうなると思いますか。僕年金は払う派ですね。そう、年金払ってると、例えばその、右足なくなりましたっていう時に、障害者年金っていうのをもらえるんですよ。で、そうすると障害者年金もらえると、一生食いっぱくれないんですよ。で、まあ、年金って老人になった後に、そのずっとお金がもらえるっていうシステムなんですけど、じゃあ、年金のようなものっていうのを民間で契約しようとすると、例えばじゃあ僕がじゃあ年収1000万ですってなったとして、で、その時に大体所得税で500万円まず税金で取られるんですよ。で、手元にある500万のうちから年金っていうのを払、その民間の年金保険みたいなのを払うんですけど、日本の年金の場合って、年金を払った後の額に対して税金がかかるんですよ。だから例えば僕が年金を、じゃあ年間50万円払ってますと。その場合って、1000万の収入の中から年金に50万払って、950万円に対して税金がかかるんですよ。なので、民間の保険よりもお得なんですよ。なので、その、普通にそのなんか、将来老人になった時にお金があった方がいいよねっていうので、何かその財産を作ろうって考えるのであれば、民間のものに頼るよりも、国の年金に払った方が得ですと。ただまあ、自分がその株のそのなんか投資の能力がめちゃくちゃ高いから、その国に任せるよりは自分でその株の投資をするとか、証券買ってる方が全然利回りいいよねっていう自信のある人だったら自分でやった方がいいかもしれないですけど、僕はその投資に対して考えること自体が人生の無駄だと思ってるんですよね。そのなんか、まあ、例えばその1000万円をどう貼るかって言って頑張って 2% の利回りになったとして、20万じゃないですか、たったの。要は、その1000万円をどの会社のどの株を買うとか、一生懸命調べて、で、株買って、買った後もいつ売るかとかって考えて、っていうのもずっと株価見るわけじゃないですか。で、その結果が 2% の利回りでたった20万なんですよ。でもその20万のために、どれだけ時間をかけて、どれだけその精神的なこうリスクのドキドキとかを負って、っていうのを考えると、これ無駄じゃねって僕は考えるタイプなんですよ。まあ、それが好きっていう人もいるんですけど、でまあ、1億円持ってたとしたら、じゃあ 2% 利回り上がったって言ったら200万なんですよ。でも1億円持ってたら200万って大した額じゃないんですよ。なので結局そのお金を持ってれば持ってるほど、その利回り 1% 2% 伸ばすとかってそんな大した話じゃないので、で10億とかになると、もうその自分で投資するより証券会社と仲良くして新規公開株情報をガンガンもらってる方が得なんですよ。その庶民の方々って、その新規公開株って基本買えないんですよ。でもその証券会社と仲良くすると、口座にいっぱいお金が入ってると新規公開株情報をくれたりするんですよね。あと仕組み債とか自分で作れるようになるんですよ。例えばじゃあ僕がそのソフトバンクの株を買いたいと思うじゃないですか。で、じゃあその今じゃあソフトバンクの株がちょうど5000円だとして、じゃあその5000万円で1万株買いたいですと。で、今すぐ思って買うのが普通の人ね。で、仕組み債の場合って、じゃあ僕はソフトバンクの株を4900万円で買いますっていうのが出せるんですよ。で、普通より100万円安いじゃないですか。ただ、そのソフトバンクの株価が下がった場合は、ちょっと、要は、まあ、5000円のそのソフトバンクの株を僕はその4900円で買えますと。その代わり、1ヶ月後に4800円になったとしても僕は4900円で買わなきゃいけないんですよ。なので、その1ヶ月後にその5000円が4800円になってたら実は損するんですけど、でも僕はソフトバンクを絶対買うって思ってるのであれば、別にその5000円が4800円になったとしても、すでに5000円で買ってるお金なわけだから、100万円浮くんですよ。っていうその仕組み債自体、みたいなその債権っていうのの、その租税っていうのを個人のためにやってくれるんですよ、証券会社って。なので、そうすると、その利率っていうのが、その一般の株式投資の人の利率と全然違ってくるんですよ。っていうのがあったりするので、そのお金持ちになるとまた話が変わるんですけど、そうするとその株調べてうんぬんっていうのとまた違ってくるので、話長い、はい、すいません。ロブスターとザリガニの違い。ザリガニは土の味がするけど、ロブスターは土の味がしないのとサイズじゃないですか？
先ほど取り上げてもらった大学生の奨学金余ってると言った人です。奨学金の金利は 0.1% 以下で、しかも在学中は無利子なので、ほぼタダで借りるのでとりあえず借りておきました。仲良しのお金は大切であると思います。たとえ年利 1% に回りでも収支はプラスになります。貯蓄金するべきですか？まず、今年利 1% の貯金ってないと思うんですけど、で、定期預金でも今 0.01% でしょ。その、為替変えると利子高くなりますけど、為替リスクがあるので、もし円で、その、円預金とかで、その借りる額よりも高い利息を、利子もらえるものがあるんだったら、そこはぶっ込んだ方がいいと思います。ただ、そうじゃないんだったらリスクなんじゃないかなと思いますけども。交通事故の物損についてです。相手の車が10年以上前の軽自動車で、外装もボロくて、走行距離も15万キロオーバーだったこともあり、少額で済むんだろうと思い、自腹だろうと思ったんですが、修理代うん十万円と高額な請求された場合、ひろゆきさんならどう対応しますか？いろいろ調べたら、次回以上を払わなくていいのと、仮に裁判で完全に負けても、新車人の 10% 程度、つまり軽自動車なので10万くらいでいいみたいです。保険を使えばはなしで意見を聞かせてください。まず相手の人も無保険で、ってことですよね。で、ぶっちぎるっていう手がありますよ。要は、その、金が欲しいから相場以上に文句を言ってくるっていうのな場合であれば、要はその、相場はこの額ですよねっていうので、供託するっていうのができるんですよね。要はその、相場はこの額なので供託します。文句があったら裁判をどうぞっていうので、で、その、要は軽自動車でごねたらお金がもらえると思ってるタイプの人って、時間めっちゃ取られるんですよ。なんか文句言ってきて払えとか、なんかこんな車に思い入れがあるうんぬみたいな、っていうのがすげえめんどくさいので、相場はこれです。文句があったら裁判所にどうぞっていうと、裁判に訴えてもっとお金を使って、結局同じ額になるか、供託の引き出すかっていうのがあるので、さっさと供託に入れちゃえばいいんじゃないですかね。要は交渉して相手が納得した額を払って、この、例えば10万円自分が払いたい、10万円で落としどころを作りたい。でも相手は20万円欲しい。で、多分話し合いで解決しません。だって保険に入ってないような人だよ。まともな人じゃないと思いますよ。外資系 IT 企業の派遣社員から看護師に転職しました。電子カルテの動作が遅すぎ、インターフェースがいけなくて、一般企業より10、20年遅れてる感じです。もっとシステムが改良されれば、現場の業務負担がだいぶ減り、医療事故軽減にもつながると思うのですが、医療業界の IT 化の遅れについてどうお考えですか？まず日本は医療業界だけではなくて、基本的に IT 系以外は全て、遅いです。処理だったり、プログラムだったりっていう。その IT 化されてないという部分において。なので、医療だけではありません。なので、デイビッド・アトキンソンさんが日本の生産性低いよねって言ってたんですけど、その、IT 使えないような人っていうのが主流なんですよ。例えば、東京都が、PCR 検査の検査数と陽性1日なんか感染者数が230人ですとかって発表してますけど、あれファックスでやってるんですよね。で、要は、ネットみんなもう繋がるんだから、フォーム突っ込んで、で、各委員がフォームに数字を入れたら、自動的に計算して出すっていうのができるのに、未だにファックスで送ったのを人間が目で読んで、それをなんか手入力エクセルに入れて、多分エクセルのシートで計算したりしてやってるんですよ。で、それが、税金でやってるんですけど、それが当たり前になってるんですよ。なので、要は医療業界が遅いんじゃなくて、日本が遅いんです。で、IT 系はその IT 得意な人がトップなので、素直に IT をどんどん導入するんですけど、その差は広がる一方なので、日本は変わんないんじゃないですか？結局その、このコロナウイルス下でもファックスでやり取りしてたりとか、じゃあそのリモートやめましょうみたいな話になっちゃってるんで。画家として生活しています。様々なカルチャーがデジタル化していく中で、絵画が生き残る方法はあると思いますか？別にイラスト描いて食ってる人はいっぱいいると思うんですけど、ただその絵をスキャンしてデジタルデータで売るかどうかとかって話だと思いますけど。別にその絵が、その、要は、絵をスキャンしたときにそれがデジタルになるんですけど、元がアナログかデジタルかっていうのはもうそんなに重要じゃないので、ランブルなんちゃら、コナミの出してる、女の子のプロレスラーが戦うゲームがあって、それのキャラクターデザインやってる方が、首しか動かないんですよね。
で、まあ、その人はあのタブレットに対して、その、あの、筆というか、あの、棒を加えて、ずっとそれで書いてるんですけど、で、その人にとって、それがなんか、デジタルなのか、その、アナログの絵なのか、超絶どうでもいいと思うんですよね。あの、星野富弘さんっていう、だからあの、その、首しか動かない人が昔絵を描いて、あ、ランブルローズ、それ。で、その、あの、首の上しか動かない人が絵描いて、詩を描いてっていうので、で、あの、本を売ったりっていうのやってたんですけど、で、星野富弘さんの時はアナログでしたと。でもそのアナログで描いた絵っていうのを出版社が受け取って、で、それをデジタル化して、その出版して世に出るわけじゃないですか。なので、本当の最初のそのインクが乗ったアナログっていうのは出版社しか持ってないわけですよ。でも世の中でみんなが見てるのっていうのは、その印刷工場で刷ったその絵じゃないですか。なので、その元々がそれがアナログなのかデジタルなのかってあんまり関係ないと思うんですよね。なので、どういう絵を描くかっていうところが重要で、それがそのなんか首から上だけの人が描いてるのか、なんか手の器用な人が両手を使って描いてるのか、それがじゃあその普通に絵の具で描いた後にスキャンしてるのか、最初からタブレットで描いてるのかっていうのは、至極どれでもいいよねって話だと思います。